第1回角田ムー姫夏祭り、ひらり発見、リホの角田にポイして、しそうになって、想像してため合いだってあって周りのせいにして。角田ムー姫夏祭りではですね、この、市民センターの前の通りをですね歩行者天国にして、たくさんの露店が並んでおります。めちゃくちゃたくさんの人で溢れています。なんか久しぶりにこうやって角田の活気を見ることができてとても嬉しいです。それではここからは高校生とのコラボ企画を発案した商工会青年部の桜庭部長にお越しいただきました。よろしくお願いします。では今回高校生とこう出展という形でコラボをすることになったと思うんですけれども、きっかけみたいなものを教えていただけますか。若い世代が角田市を好きになれるような角田市の魅力を作りたかったです。この企画をこう実現させるにあたって苦労したところとかありますか。その食品の扱い方などそういった危険性があるものの、教育などに、力を入れて頑張ってきました。じゃあちょっと衛生の管理面だったりとか、接客するところでのアドバイスとかを商工会さんの方でされたっていう感じですか。角田の高校生、ここが特にすごいななんて思ったところとかあれば教えてください。やはり私たちでは思いつかないような新しいアイデアの商品を、提案してきた時はすごいあやられたなと感じました。例えば今流行りのジッパージュースとなど流行りのものを扱うのはやっぱり私たちよりも若い世代の方が得意なんだなとは感じました。では今後の、桜庭さんの目標などあれば教えてください。そうですね、将来的に、学生が関わった、打ち上げ花火を上げれたらいいなと思っております。いいですね、ありがとうございます。ではここまでのお話は、商工会青年部の桜庭美咲部長にお伺いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。高校生コラボ企画青春チャレンジ。それでは角田高校の生徒会長さんにお話を伺いたいと思います。角田高校第17代生徒会長を務めております黒須大輝と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にたくさんね、いろんなお店出店していると思うんですけど、そういう、こう出店するこう生徒さんとかはこうどういう風にして決めたんですか。自由な感じでやりたい人、有志だけを誘う感じでやりたい人来てくださいみたいな。じゃあもう有志参加という感じで。そうです、有志参加でウェルカムみたいな感じで。もう意外と結構ババババッと1、2、3年です、学年問わず来てくれて、いやあの時は嬉しかったです。いろいろ聞いた時、角田高校の有志みんなで作り上げるお祭りということですね。なんかこうお店を決めていく上でとか、あとはこの、コラボを実現させるまでの道のりの段階で苦労したポイントとか、あとは逆に楽しかったなって思ったこととかありますか。こういう人が集まってわい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 話し合って決めるっていうのが好きなんですね、個人的に。でそういうのができたことはすごく嬉しくて、で難しかったところは後輩の人たちは部活してるので、その部活と両立して進めなきゃいけなくて、であのお金の管理とか計算とかもちょっと難しくて、利益求めなきゃいけないとか、やっぱそういう勉強も含めてなので、そういうところで結構苦労してた人たちはいました。ではクロス君のこう思う角田の魅力とか、あとはおすすめスポットあれば教えてください。市役所の方ですとか市長さんとか、はじめあとその田園法の職員さんとか、こうやる気がある方に対してすごいこう熱心に応援してくださるんですよ。唐揚げ屋さんのフライングバードっていうところがあるんですけど、伊藤チェンの向かいあそこが美味しくて、そういう隠れスポットがいっぱいありますね。はい、ぜひね、ちょっとね隠れスポットをね、巡ってほしいですよね。ただ冗談ですけど、私もそのうちの一人みたいな。ではこの、お祭りちょっとやってみての感想とか、はい、あとは今後の目標などあれば教えてください。大成功で本当に良かったなと、
いい天気に恵まれて、学校生の方々の皆さんの行いも良かったと思いますし、その商工会の方々の手伝いもいただいて、やはりこう皆さんのその気持ちが天気にも伝わったのかなと思うところではあって、それは今後ともこれがまた続いていってくれたらなと、俺は私はそれを願いますね。まあ、また各校が各田を盛り上げるような感じでやっていけたらなと思います。では今日は各田高校を代表して生徒会長第17代目の生徒会長さんですね、はい、黒須大樹さんにお話を伺いました。ありがとうございました。今回のキラリホは各田ムー姫夏祭りと各田市商工会青年部、そして各田高校生の皆さんをご紹介いたしました。本当にたくさんイベントが組まれておりましたね。私もライブステージに出させていただいたんですが、皆さんに見てもらえてとても嬉しかったですし、そして何よりも各田市のこのお祭りにですね、このたくさんの方々に遊びに来てもらえて、本当に PR 大使としては非常に、第1回目の各田ムー姫夏祭りとしては本当に大成功だったんじゃないかなと思っております。これが第2回、第3回、第何十回とね、長く続くイベントになることをお祈りしたいなと、ムー姫神社にお参りに行ってこようかなと思います。ラップでも僕でも、ラップでも僕でも、といえば即興ソングということでお聴きください。角田ムー姫夏祭り。角田ムー姫夏祭り、みんな待ちに待っていた、これからもずっとずっとずっと続いていってほしい。夏祭り、角田市 PR 大使のリホでした。また見てね。